皆さんこんにちは e p a r t s h a r r にようこそ私は筑波大学の今井慎吾と申します専門は日本語教育学です今日はペーパー02日本語学モジュール20副詞について学んでいきましょうこのモジュールでは様々な種類の副詞と副詞の一部であるオノマトペについて解説します 本日の内容はまず福祉とは福祉はどういうものなのかということを簡単に紹介しますその後福祉の種類ごとに状態福祉それから状態福祉の一部分であるオノマトペ続きまして程度福祉最後に高福詞と呼ばれるものについて説明していきますそれでは説明を始めましょう 「おいしい料理」の「おいしい」は形容詞です。名詞を修飾する語です。「ゆっくり食べる」の「ゆっくり」は「副詞」です。動詞を修飾しています。では「おいしくいただく」の「おいしく」は形容詞でしょうか?「副詞」でしょうかこれは形容詞「おいしい」が いししくとななってて動詞詞詞を収束していますす形容詞の副詞的な用法ですこのように原則として形容詞は名詞を収束する語であるのに対し副詞は動詞形容詞え他の副詞を収束する語ですただし形容詞が副詞のように動詞を収束する場合もあり その場合には、何々区の形になります。形が変わる、つまり形容詞には活用があります。一方、副詞は形容詞と違って活用はしません。副詞には、1、様子や状態を表す状態副詞2、程度を表す程度副詞三 決まった組み合わせで使われる幸福詞があります。状態福詞の例には、ゆっくり、わーわー、キラキラなどがあります。ゆっくりは動きが遅いという動きの様子を表しています。わーわーは鳴き声の音を表しています。 どのように泣いているのか、その様子がわかります。キラキラは、星などが輝いている様子を表しています。程度福祉の例には、とても、もっと、少しなどがあります。高福祉は、陳述福祉とも呼ばれます。ペアになった言い方です。例えば、 決してといえば、文末にはない、ありません、などの否定の言い方が来ます。つまり、決してと否定の言い方がペアになっているのです。あなたのことは決して忘れませんのように使います。まあ、あなたのことは決して忘れませんとは言っても、本当は忘れてしまうこともありますが、言っているときには、もう絶対忘れないという意味になります。 同じように、たとえといえば、その後に、てもが来ます。明日はたとえ雨が降っても行きます。のように使います。そして、もしといえば、たら、ならば、などの過程の表現が来ます。もし明日お暇でしたら、一緒に食事でもいかがですかのように使います。以上。 簡単に福祉の分類について説明しましたが、ここからさらに詳しく見ていきましょう。状態福祉。これは様態福祉とも言いますが、A。電車にさっと飛び乗る。B。太陽がゆっくり沈む。C。メガネを新しくしたら、はっきりと見えるようになった。のように、 動作や変化の仕方、あるいは出来事の様子を表しています。いつなのか、どのくらいの時間なのか、つまり時を表すこともあります。DEF がその例です。D、さっき食べたばかりだ。E、すぐに来てください。F、しばらくお待ちください。 物音に似た音を使ってそれを表すことがあります。音に似せているので、気音語と呼びます。気という漢字は、曲げる、似せるという意味です。ドアをどんどん叩いている人がいる。雷がゴロゴロ鳴った。雨がザーザー降っているので外に出られない。 これらが擬音語の例です。動物の鳴き声を真似て表したものを擬声語と呼びます。これら2つを区別しないで両方を合わせて擬音語と呼ぶこともあります。擬声語の例はその家の前を通ったら犬にワンワン吠えられた。牛が、もう、 といた音ではないもの例えば動きや状態や様子を音のように表したものを擬態語と呼びます。ここには擬態語の例として赤ちゃんがにっこり笑った雷がピカリと光った寒くてブルブル震えている しとしと降る雨がアジサイの花を濡らしている。寝不足で頭がふらふらする。魚が川をスイスイ泳いでいった。以上の例を挙げてありますが、このどの部分が擬態語かわかりますでしょうかえ。最初の例では、にっこり。これが擬態語です。次は、光と。 その次は、ブルブル。そして、シトシト。それから、フラフラ。最後の文では、スイスイ。が、それぞれ擬態語になります。えー、以上見てきました、擬音語、擬声語、擬態語をまとめて、オノマトペと呼びます。オノマトペ という言い方はフランス語から来ています。英語にするとオノマトピアになります。このオノマトペは、状態副詞の一種ですで。オノマトペは日常会話で多用されるため、日本語を理解する上でとても重要です。ここに挙げたのは、基本的なオノマトペの例です。 ここでは普通はカタカナで書かれることが多い擬音語、擬声語もひらがなで書いてあります。この表は三上京子2006年で示された70語になります。三上では初級から中級のレベルの日本語学者に学習者にはこのぐらいのオノマトペの学習が望ましいと言っています。 この表を見て、オノマトペの形の特徴を考えてみてください。どのような形が多いですか同じ語を繰り返すものが多いことに気づいたでしょうか例えば、イライラ、ウロウロ、ガタガタなどですね。このように繰り返しがあるものを、超語と言います。 日本語のオノマトペの数は5000とも1万とも言われています。世界的に見てもものすごく多いです。例えば日本の漫画を見ると実にたくさんの種類のオノマトペが使われています。ここにお見せしている漫画の中にもたくさんのオノマトペが使われています。ガガーン。その次はクシュ。 さあこのクシュというのはどんな音でしょうガタガタこれは一斉に座る音を表していますでは音を聞いてみましょう今のがガタガタですね続いてカリカリカリ熱心に書いている音です聞いてみましょう 次はゴシゴシ消しゴムで消している音です。最後、キンコンカン学校のチャイムの音ですねで。このようなオノマトペですが、オノマトペの中には辞書に載らないような、新しく作り出されたものも多くあります。 日本語母語話者ですと全く新しく作られたオノマトペでも何となくその音の表す意味といいますか印象のようなものが理解できてしまいます。それはどうしてなのでしょうかそれは音から受ける印象というものを母語話者が共通して持っているからです。 音によって印象が伝わるということを音象徴と呼びます。えー、かつてソシュールは言語の本質は指示性にあると言いました。指示性というのは音と意味の間には全く関係がなくある意味を表すのにどんな音を使うかは言語ごとに決まっていますがそれは関係がない ということです。例えば、犬を英語で dog、フランス語で chan、ヒンディー語で kutta、ール語でないと言いますね。犬という意味を表す音は言語ごとにバラバラで、意味と音との結びつきは何もない、どうでもいいということになっています。 もちろん親戚同士の言語では音が似ているのは当然です。インドには大きく分けて2つのの言言語の親戚があります語族と言います。す。といそれぞれの語族内では音が似ている場合があるということはインドの方なら誰でも知っているでしょう。犬猫という語は姿勢があって各言語で異なりますがその鳴き声は世界で共通しているところがあります。 それはその言語で近い音を使って鳴き声を真似しているからです。しかし、それぞれの言語で多少異なっています。ここに挙げた犬と猫の鳴き声はそれぞれ何語のものかわかりますかワンワン、ニャーニャーは日本語です。バウワウ、ミヤウミヤウ,ウは英語です。ワフワフ、 ははフランンンス語ですウウォォ中国語です鶏の鳴き声には世界の言語の間でバリエーションがあります鶏の種類によって鳴き声も異なりますし犬や猫に比べて複雑な鳴き声をしていますのでそれを真似した犠牲語もバリエーションがあるのです え鶏は日本語でコケコッコですが皆さんの言語ではどうなりますかえここからサウンドシンボリズムの他の例を見ていきましょうまず繰り返しのある乗語について見てみましょうここに挙げた例は繰り返しのないオノマトペと繰り返しのある乗語と呼ばれるもののペアです 繰り返しがない場合とある場合ではどのような違いがあると思いますか繰り返しがない場合は動きが一回だけであることを表します。繰り返しがある場合は動きも繰り返されることを表します。言葉の繰り返しのある、なしで実際の出来事の繰り返しのある、なしを表しています。 例えば、コロコロは2回ですから、実際の動きも2回だけかというと、実はそうではありません。音は2回ですが、実際の動きは2回のこともありますが、基本的には2回以上であることを表しています。これらの例は他にも興味深いことを私たちに示しています。コロリの音と、 動詞転が,るの音が似ています「光」の音と「光」るの動詞の音も似ていますさらにその名詞である「光」の音もよく似ています実はこれらの語はもともとは同じ語だったのです「こ」は静音です「ご」は濁音です 静音は無声音のことです。濁音は有声音のことです。この違いは意味にどのような違いを与えるでしょうか。静音の方はその漢字が表すように清らかな、澄んだ感じがします。そして小さい、軽いという印象もあります。一方、濁音の方はその漢字が表す濁った印象、そして重い、 大きいという感じがしますですから A のコロコロ転がる石は小さい石 B のゴロゴロ転がる石は大きい石だとわかります C のキラキラ光るのはきれいな宝石のようです水面に反射する日の光もキラキラといえます きれいな感じがします一方 D のギラギラ光るのは獣が獲物を狙う時の目が光っている場合に使います。そしてすごく暑い日に強い日差しがあってそれが水に反射して目を開けられない不快な感じがする時にもギラギラを使うでしょう。キラキラした目の人はかわいい美しい感じがします。 ギラギラした目の人は、悪い感じがします。雨の降り方をオノマトペを使って、詳しく描写することができます。しとしと降る雨は、音がほとんど聞こえません。雨の粒はとても細かい感じがします。ポツリ、ポツリは、雨の降り出しを表していますが、雨が一滴落ちてきて、 その後また一滴落ちてきてまた一滴というように雨粒が一つ一つ落ちてきている感じですその間隔が少し短くなるとポツポツですさらに勢いがついてくるとパラパラですあまり強くは降っていませんもしかしたら傘をささずに歩いている人もいるかもしれません このまま雨が強くならずに止んでしまうかもしれません。そういう時にパラパラを使います。ザーザー降る雨は強い雨です。傘を持たずに歩いたらびしょ濡れになります。雨の降り方の表現を日本語と英語で比べてみましょう。雨が降っているは英語では it's raining ですね。しとしと降っている It's dizzling ポツポツ降り出すは i t b e g i n s t o s p r i n k l e パラパラ降っているは ItSprinkling s, <S ザーザー降っているは i t s w a i n i n g h e a v i l y どしゃ降りだは It'sPouring バケツをひっくり返したような雨だは英語でも同じように It'sBucketingDown これらを比べてみてわかりますが 日本語のオノマトペに相当するものは英語では動詞で表されることが多いということがわかります日本語のオノマトペの特徴はとにかく数が多いこと中でも擬態語が多いことそして動詞や名詞になるのではなく副詞として使われることが挙げられます世界の言語でも犠牲語 擬音語語はああるるる程度あるのですすがとととなななかなか珍しいい言われています日本語の場合は犠牲語、擬音語はもちろん多いのですが、擬態語も相当な数があるというのが大きな特徴になっています。それからオノマトペは一般的に副詞として使われます。先ほど英語で見たように、 英語の場合は動詞として使われるものが多くなっていますそれでは続きまして程度副詞について見ていきましょう程度副詞は程度量頻度などを表しますここに挙げた例を見てください まず、程度ですが、試験に合格してとても嬉しいです。このとてもが程度福祉です。昨日食べたところはかなり高級でした。かなりが程度福祉です。これはうまい。もっともらってもいいもっとは量を表しています。 ヒンディー語は「ちょっとだけ話せます」「ちょっと」が量を表しています時々家族で外食しますの時々は頻度を表していますたまに海外旅行に行きますのたまにも頻度を表しています頻度を表す副詞をその頻度順に並べるとこのようになります このうち青で書いてある滅多に、全く、全然は後ろに必ず否定の表現が来ますので、程度福祉であると同時に、高の福祉でもあります。高副福祉は陳述の意味。例えば、断定、否定、過定、水量など、 つまり、どのように述べるかについて、それを補足したり、強調したり、あるいはそれをはっきりと示すために使われます。陳述、つまり述べ方を表す部分とセットにして使います。A. 彼女は絶対来ます。は、絶対と来ます。 が、こうしています。断定を表します。断定というのは、はっきりそうだということです。B、今回のことは決して許さない。は、否定の意思を表します。C、何があっても決して諦めるなよ。 は否定命令つまり禁止を表します B でも C でも決しては否定とこうしています D もし日本で同じような事件が起きたらどうしようは仮定を表します E たとえこれから毎日出席しても出席率が足りないは、情報を表すと言われます。情報というのは家庭の一種です。D のいわゆる家庭ではそれが実際に起きるかもしれないし起きないかもしれないということです。それに対して情報、 というのはそれが事実にならないだろうと思っていながらあえてそう仮定してみようという意味になります F 多分アルンさんも来るでしょうは推量を表します G まさか先生がそんなことは言わないでしょうも推量ですが否定の推量です ちょっとややこしいですが、推量を否定するのではなく、否定的な内容を推量するということです。H まるで死んだように寝ているねはたとえを表します。何かを何か他のものにたとえて描写する。つまりメタファーですね。 愛、どうぞ一度遊びにいらしてください。は、依頼を表します。依頼は、どうぞの他に、どうかやぜひでも言い表すことができます。日本語は、sov 言語です。つまり、動詞が最後に来ます。 ですから日本語は最後まで聞かないとイエスなのかノーなのか何を言いたいのかわからない言語だと言われることがありますしかし実際には文の最後ではなくても何を言いたいのかを示すシグナルを出すことができます声の調子や言い淀みなどもその例ですし幸福詞もそうです確かにこの例のように 夏暑い時にクーラーをつけて部屋の温度を25度よりも下げて寝てはいけません。というと文の最後まで聞かないといいのか悪いのかがわかりません。しかし暑い時に「決して」と言えばそのあとに否定が来るということが予想できます。決しては文の、 いけませんとこうするので決してと聞いたら何か否定的なことが後に続くのだなというふうにわかるわけですこのように先を予想できるということは聞き手にとっては話を理解するのに大きな助けになるのです交互の福祉は数学的な情報の効率という点では冗長さがあります 冗長さというのは、同じことを繰り返すということで、無駄ということです。しかし、人間にとっては、多少冗長性があった方が楽に理解できるということになり、望ましいことです。え以上が本日のお話になります。え本日は、福祉についてどのような種類の福祉があるかというところからお話を始めました。 そして、それぞれの種類について詳しく見ていきました。まず、状態福祉。続いて、状態福祉の一種であるオノマトペについて詳しく見ていきました。オノマトペにおける日本語の特徴についてもお話をしました。それから、程度福祉。そして、最後に、幸福詞について説明しました。 幸福祉の存在は聞き手にとって情報を整理しながら聞くのに有利に働くということで、そのようなことについても説明をしました。それではここで、えー、本日の講義は終わりなのですが、皆さんに少しクイズを出したいと思います。オノマトペについて少し考えてみてください。えー、ではこれを見てください。右側の絵がありますね。 そしてちょっとこの音を聞いてくださいこれをオノマトペで表すとしたらどういうふうに表したらいいでしょうか答えはパシャパシシャャです。ではもう一度音を聞いてみましょうどうですかパシャパシャと聞こえましたか では続いてこちらです。この音はどうやって表したらいいでしょうか答えはザブザブブです。さてもう一度音を聞いてみましょう。ザザブザブと聞こえますか。音がないことを表す音というのが 実は日本語にあります。まあ論理的には変ですよね。音がないわけですから、それを表す音はありえませんが、しかしながら日本語のオノマトペにはそういうものがあります。音がないことを表す音は、シーンです。どうですか音がない音が聞こえますかでは、終わりにしましょう。